クラブツーリズム鉄道部のお客様、本日は近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は大和八木駅に11時51分、名古屋駅には14時29分に到着します。ご案内いたします。天理駅での一時をお楽しみいただけましたら幸いでございます。列車は天理線を再び平畑に向けて走行しております。袋も平畑駅本線上で折り返しまして橿原線に参ります。平畑駅また本線上で折り返し橿原線大和八木方面に向かう光景、往路同様貴重なシーンでございます。どうぞお楽しみください。到着は11時31分発車40分の予定でございます。再び天理線のホームに一度停車をし、その後橿原線に入ります。そして橿原線の本線上で折り返し大和八木方面に向かいます。また平畑で進行方向が変わります。平畑駅橿原線の本線上に入りまして、列車が完全に停車した後、また車両転換に座席の転換ご協力をお願いいたします。こちらが本日最後の座席転換となりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは残りの天理線の旅、そして平畑駅での折り返しなどをお楽しみください。